メンズ赤星です。どうもサクサクミルクの赤崎です。どうもひふみかじです。よろしく、はい、お願いします。さあこの度はうま辛ラーメン表裏高田の馬場店というところに行ってまいりました。はい、こちらをご覧ください。JR ね高田の馬場駅からまあ5分でねすぐ着くところ、はい、飯田橋に本店があるっていうところのうま辛スープ評判店でございます。なるほど、そうなんです。ではメニューがまあ豊富だからもうめちゃめちゃ多い、はい、どれにしようか迷っちゃうけども今回はまあ一番左上っていうのがまあ定番だからね、はい、あんかけデラックスを注文しております。あんかけデラックス、あんかけデラックスで麺にんにく野菜を混ぜるんですけども油がなくマシマシっていうのはできません。はい、でまだまだ変わりね、こういった感じで辛さをマシマシ相当に調節可能なんですね。あ、やっぱ辛さが、ね、売り手なんで、ただ今回はまあ通常のね、はい、辛さで私、まあ、まずはそうですね、いってみたいと思います、はい、着く丼です。あんかけデラックス麺中盛りで、にんにく増し野菜増しということなんですが、このようにね巨大な揚げ豚、うん、揚げ豚、うん、豚なんですかこれ、入ってるんですね。あ、豚なんだこれ。あんがね非常に特徴的でございますので、まずはそのあんがかかったナスからいきましょう、はい、あんかけをねちょっと絡めましていきますけども、初登場なんでナスはね前菜の役目のように優しく食事を始めていただけるんですね。ね、ナス初めてなんでね、はい、びっくりしちゃいましたね。いや、わかんないけど、びっくりしちゃった。ナスに全部もう 前半で言ってた言ってたけど、速攻でナス言って、はい、あの水分吸収するんで、でスープ旨味に特徴があるというんでね、はい、これを飲んでいくとどんな味なのかな。辛いっすね、辛いっすね、とか、まあ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 、2回言いました。うまみにも言及してほしいということをね自分で言いましたけども、はい、さあそして、揚げ肉でございますが、うん、おっとここでおどういうこと、おお、なんだ、おなんとですね、実はこの揚げ肉なんと鶏肉なんです。いや、思いました、え、思った、確かに鶏肉っぽい感じはしてたよね。おっと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 、いや、なんでフェイクしたの、揚げ豚ではございませんでした、実は揚げ鶏でございますね、超サクサクで、衣がスープに浸らないように食べてもいいですし、あの1個はこううま辛スープにひたひたにしてもこう美味しいんじゃないかということなんですね。まあ、これ追加もできるんでこの揚げ鶏を、あ、はいはいはい、ね、でその麺をいきましょうか。中太バキバキストレート麺でして、やや、まあ、細めの印象ですね、いつも二郎、まあまあまあ、表も裏もないまっすぐな麺ということでうまいことを言っちゃうね、うまいものを食べると、はいコメントしづらいわじゃないんだよねえ、スープを、あースープ美味しそう、美味しそうですね、まあ、かなり乳化しているということは、こんなまろやかな豚骨スープなんで、うん、うまいですね、まろやかと言いつつもまあ辛いけどね、うん、結構辛いけどね、うん、あ、でも胡椒さらに、そう胡椒、結構振っていきますけど、結構振ってくね本当に、テーブルタイプの辛いっつってば、いやいや、ね、違うんですよ、揚げ鶏の攻撃力が上がるんです、これ胡椒入れるとね、言ったら唐揚げだからね、唐揚げにやっぱ胡椒、まあまあまあ、合います。でやっぱりね、すごい麻油、麻油がやっぱあるんですよ、結構投入していきますよ麻油も、ね、なかなかこう置いてあるとこないんでね、確かにここぞとばかりに入れていきます。3回いくかこの人、自分だから、黒黒黒すごいすごいすごい、焦がし油風味が、あ、美味しそう、非常にこの場で漂ってきますね。まあ油がねないのでこってりとも混ぜるという意味では麻油豆乳嬉しいですね、はいはい、そうなんです、そういう意味も兼ねてるんですね、あ、もちろんでございます、なるほど、もちろんでございます。でまあ麻油にはねごまを組み合わせるのが非常に効果的なんで、まあこれなんつってにはごまってなかなかないんでね、なるほどね。さらにお酢をね今回は投入していきます、よいしょよいしょと、だいぶ味変する、ええ、なぜ入れていたかっつうとですね、まあ、僕スーラータンメンが非常に好きなんで、はいはい、あの辛みとお酢 の組み合わせが、うん、まあ、合うよというのはもう承知の上だね、なるほど承知の上だねちょっと言葉がそんな口で寝起きだとね正しい言葉出てこないから、ね、寝起きだったんですね、この方そんな時は表裏水ということでね、いや勝手に名付けてるけど、お水飲んでいく、あの新宿区の水はですね朝霞、三郷、板橋区、葛飾区のいろんな地域の浄水場から荒川と江戸川をこう水を引いてきてるという、ことになりますね。表裏水の関係性なんで。表裏水。いや、これが新宿区の表裏水の水なんでね。水もね。まあでも辛かったからね。いや、辛いからね。お水も美味しい。最後に飲んだだけだけど、僕は。途中であんま飲まない。途中で飲んだ方が良かった。マシマシエビルは 85.2!
いこう。おー細かい。チェイクということでございますね。なるほど。いや非常に美味しかったんですけども、表裏さんはですね、こう二郎系、完璧な二郎系ではないかもしれない。もしかしたら。いやまあ多分そう。いやまあまあそれは、はい。まあだから進化系二郎系かな。なるほど。進化系二郎系。派生してってみたいな。一回も系統が。でもあんかけって珍しいですね。いやあんかけ。そうね、はい。めちゃめちゃ気になってる。いやこれね、言ったらほら、火の豚が二郎系と。モメ火の豚。そう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 。タンメン中本。中本。そう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 、はい。フュージョンだって言ってますけども、はい、実は高田馬場にも。あったんですね。でも、なるほど。火の豚よりもあんかけの辛みはややまろやか、うん、でございましたね。なるほど。というわけで高田馬場、飯田橋など大学の近くにあるんで、はい、学生さんぜひ行ってみてください。なんと学生ラーメン500円です。おお、高田馬場でお手頃。忘れ忘れ歓喜ということで。いや学生じゃないけどね。家事は入り直す。入り直す。あ、そのためにね。学費高えな。学費がよ。何回行けやチャラになるか。いやでも本当に行きたいですね、本当に。いや、ババなんで皆さん行ってみてくださいね。なるほど。というわけで、表浦さんでした。ごっつん太郎あ、ろっ、う、